久保聖人は、日本の運輸、国土交通官僚、元官校長長官、大阪府出身、大阪府立北野高等学校を経て、1977年、京都大学法学部を卒業後、国家公務員上級講師試験を受け、運輸省に入省、船舶局管理課配属、防衛庁教育訓練局訓練会員、 運輸省運輸政策局政策課政策企画官や大臣官房文書課企画官、近畿運輸局企画部長、鉄道局総務課鉄道企画室長、航空局管制保安部保安企画課長などを歴任。2001年に国土交通省大臣官房広報課長に就任後、開事局開事産業課長、鉄道局幹線鉄道課長、大臣官房参事官、 大臣官房人事課長、航空局管理部長、鉄道局次長、海上保安庁次長を経て、2010年8月、国土交通省鉄道局長。鉄道局長時代には、整備新幹線の内北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線西九州ルートの新規着工開始に奔走した。2012年9月、国土交通省大臣官房長。 2013年6月11日から8月1日まで、大森正夫の退官に伴い国土政策局長を、兼任。2013年8月1日から観光庁長官。2015年9月10日退任。2016年6月、公益社団法人日本観光振興協会理事長に就任。2020年6月、日本観光振興協会理事長退任。 ありがとうございます。